おはようございます。本日はですね、3月14日ということで、今から僕ら夫婦は、ホワイトデーのデートに行きたいなと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。何色がいいと思う？黒か赤か黄色。赤にしといたら。赤ね。うん。あ、黄色でもいいけどな。靴黄色やから。黄色黄色すぎ？いいやん。じゃない？うん。はい、という感じで、まあ、僕はもうバッチリ準備終わってるんですが、嫁の準備を今待って、ただいま40分が経過しているところです。え、そんなにそれ言い過ぎだよ。自分だって俺だって12時に終わったけど、今12時に終わってんの。全然終わってないよ。髪の毛やってたよ。それもな、人参もしゃもしゃしてたよ。今みたいな。では、行きます。はい、それでは、ナンバー着きました。コロナウイルスの影響で結構人は少ないんですけども、まあ、僕らもあんま外出は控えてるんですが、まあ、こうやってデートに行くこともですね、僕にとっては仕事なので、今日は嫁蔵に来てもらってデート今してるという感じで皆さんに見てもらってます。で、今からはですね、今日のちょっとカッコまずお伝えしたいんですけども、今日はですね、ちょっと春を意識して中を白 T にして足をエアマックスゼロにしてみました。落ちてるかな。で、これは夫婦お揃いで今日は靴はエアマックスゼロにしてます。これもじゃん。あ、それね。じゃあ嫁です。嫁さん、これは、US 規格のマウンテンジャケットにパタゴニアの、カバンに足はエアマックスゼロに入っております。今日のポイントはこの後ろの星。なんでそうなの。星じゃないの。わからん。さっき言ってたやん、デニムのちょっと曲げてるところがポイントやで、今からどう行くんですか。巻き寿司。寿司。寿司ということなので、久々に寿司やな。うん、2ヶ月ぶりくらい。私はでも手で食べに行った。行ったやな。久々の寿司に行きたいなと思います。今日はですね、平日なんですが、平日でももうちょっと人はいてるんですけども、おそらくコロナの影響で結構少ないといった感じになっております。いくよ。じゃあハマチ、ネギトロ、メネギ、炙り牛トロ、トロサーモンかサーモンどっちにしよう。どっちでもいいよ。サーモンにしとく。サーモン、赤エビ、このぐらい。全部なしで。あり。ありだよ、ありだよ。何すなんだよ。オッケー。これは時々セットにしてるからな。うん、組は全部バラでなので。すいません、すいません。すいません、すいません。これ。ちょっとしょっちゅうついてるけどな。何？いただきます。じゃあ、私の方もいい。いいよ、いいよ。どう？やばい。うん、パンも当たり。それでは、トキ寿司行ってきました。いつもトキ寿司って言いますが、トキ寿司です。一番美味しかったのは何が美味しかったですか。マグロの、本マグロのトロ炙り、うん、炙りトロな。炙りトロか、うん、あれめっちゃうまかったな。めっちゃうまかった。あれが今日ナンバーワンやったな。ナンバーワンだった。今日そっちでサーモン美味しかった。あー、サーモンうまかったな。うん、ハマチでうまい店はな、またちょっとちゃうとこにあんねんな。そう。では、今からは醤油を買いに行こうか。そんな家庭科感全くだ。ホワイトデーデートっぽくないけど、醤油買いに行こう。醤油買いに行きましょう。うん、それでは無事醤油を買いました。醤油の紹介はええか。
でその後、まんじゅうやったっけ、大福やったっけ、大福もあのホワイトデーのお返しで買ってあげたし。あ、そうなんだ。そうやで。そう、1個100円で、うん、計3つだから300円もしたの。で全部ポイントで払った。でほんまピアス欲しいの。ピアスの店ここやったかな。どこやったっけ。あれか、あのシャッター閉まってるとこちゃう。うそ、うん、あの南千葉のジョンブルもですね、今は違う店が入ってます。切ないですね。僕が行ったら終わるという。だから京都の藤原さんのところにも会いに行ったら迷惑かけるかもしれんから行かれへんっていう。ちょっとさっきカフェ行こうか。残念ながらピアスは今日は買えませんが、どうしますか。大福でホワイトデーということで。また買いに来る。大福3つの300円でホワイトデーということでよろしいですか。うまいね。ピアス同じやつ、ビビファイってやつやだわ。たぶん同じやつを、私は2個じゃなくて、あ、1個じゃなくて2個ね。なんで2個つけんの。だって、女の人は2個でしょ。そっか。別にいいよ、5個は泣いてるから5個つけてくれればいいよ。アフリカの民族みたいなやつやの。いいよ。でも 2個でいいよ。お揃いがいいってことやろ、要は。かわいいじゃん、それ。ビビファイっていうの知ってる。うん、知らない。だってお揃いがいいんやろ。じゃあまた買いに行くか、ネットで買うかなんかしましょう。大阪ではあそこしか売ってなかったから。ほな一応ホワイトデーはピアスでしたという。まだない。ちゃんちゃんというか、まあ、動画的にはこれで終わっといてバレへん。あ、ひどいひどい。はい、バスとチーズケーキでございます。お飲みでこちらの岩塩つけて召し上がりください。はい、岩塩ついてんねん。岩塩でお召し上がりください。よかったな。はい、食べよ。写真撮っていいか。またそれがいい。え、うん、女子は写真撮る。コーヒーこっちにしようかな。うわ、めっちゃいいやん。ちょうど今3時やからさ、おやつで、おやつだ。コーヒー飲みながらチーズケーキ固めきるって最高のホワイトデーじゃないですか。どう？あっち。ホットワインとどっちが熱い？ホットワイン、バラカさんでこぼれない。何入ってるから。いただきます。うん、ガーエンつけてないやん。マーガンつけないの。あ、なるほど。素材を楽しむの。ガーエン、うん、そう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 。うわぁ、チーズケーキにガーエンやで。うん、うまい。これ今日一の反応してるな。一番前。あ、よかったな。では今からはですね、もうそろそろ来週ぐらいが弟の誕生日なので、弟の誕生日プレゼントを買いに行きます。ちなみに弟の誕生日プレゼントはもう決まっておりますね。ね、できるといいね。うん、では買いに行って最後飯食って帰るんか。軽く家にも飯あんねやろ。作ってくれてんねやろ今日。うん、もう作ってある。うん、まあ軽く食べてあとは帰ります。以上ホワイトデート、ホワイトデーデートホワイトデートホワイトデートでした。いやー、行ってきたな。
ぱい。はい、ということでですね、本日はホワイトデーデートということでしたが、どうでしたか？すっごい楽しい一日でした。持ち慣れてないな、やっぱり。映ってるこれ。映ってる。映ってる、映ってる。何が一番良かった？なんだろうな、まあ。ピアス変わらへんかったけどな。うん、でも、パタゴニア、あ、こいついいんだよね。パタゴニアも可愛かったね、意外と。可愛かった、可愛かった。うん、もうプレゼント買えたらよかった、弟に。ああね。うん。一は、寿司は、うん、炙りとかやろ、うん、でチーズケーキ岩塩の岩塩で最後はなんだろう、ナマコかな、ナマコポン酢かな。そうやな、そんな感じやな、うん、あれで食べたらね、よかったんだけど、ちょっとまだ胃に先が残ってはないけど、ちょっとしばらく休館にしますわ。まあこの間やらかしてるからな、君は、うん、やらかしてるから。で俺は3月末まで禁酒やし。おとなしくしましょう、3月末まで。立ち飲み屋まで行って結局ソフトドリンク、ウーロン茶とジンジャーエールで締めた。悲しいね。今から帰って晩飯やな。うん、私はもうご飯作って早く寝たい。うん、そうやね、うん、はい、ということなんで、まあ、以上がホワイトデーデートということで、プレゼントはまた後日ということですね。はい、はい、ということでした。では、皆さんさようなら。さようなら。